さあ、ということで、稚魚池、整いました。ね、見てくださいよ。岡山城の防衛。ひどいでしょ。全盛炉。で、支援拠点を、これ津山城の拠点、支援拠点を天神山にするから、岡山城の支援は、いや、これどっちも兵力そんななんだね。天城。川の絵入れちゃうとな、攻撃の時に困っちゃうよな。かといって天城そごうは兵力が少なすぎるな、これな。白痴も。もうしょうがないか。1万確保。こんなん担当区間が全部結局正論なんで一緒でしょ。もう、見て。破壊さえ食らわなければね。問題はないと思います。平城ってのはちょっと気になるけど。で、同じく津山城、防衛拠点。超曽我部優さんが率いるね。全盛炉。ここも平城なんだ。平城ややこしいな。で、お、1万8000もいんの、へ。あ、じゃあ天神山いらんわ。ねえ。天神山の支援も岡山にやっちゃっていいんじゃないかな。そうか、防衛力こんなにいるんだね。そうしよう。だから、支援拠点、天神山追加で。さあ、これで、難攻不落の2条ね、破壊さえ食らわなければという条件付きで、難攻不落の2条、完成しました。じゃあ、内政をわちゃわちゃと進めていって、毛利との同盟切れるのを待つことにしましょう。島津隆久、ここで亡くなるか。無念ぞ。いや、これから大事な人間だったのよね。大内輝弘はどうでもいいっす。長髄は、おお、義弘だけど、義弘でいいのかな、本当に。とりあえず義弘にしとくか。っていうのは、正髄多分ね、最前線じゃないんだよね。この辺と変えてもいいのかな。小脇とかね。小脇が悪いわけじゃないんだけど。秋月種田の一番。古名城、ここだな。ここに、義弘入れましょう。よろしいです。さあ、毛利との停戦、期日となりました。行くしかないね。で、多分ね、そう、元就亡くなったんですよ。さっきぴょこって風文が左に出てて、何かなと思ったら元就の行くんだったから、あ、これ、行ったなということでね。そう、元就は、すさまじいタイミングで、亡くなってしまいました。こういうことが起きるとね、2代目はって言われちゃうんだよな。まあそんな、ヘルモト君に、同情しつつ、ちょっと待って、トシじゃねえか。お、キイダニトシじゃねえか。でも、キイダニじゃなくて、あ、でもキイダニの方がいいかな。キイダニだったら南からも来れるもんね。冬下はここだからね。うん、キイダニに、キイダニに出ましょう。今、なんつった？四国は、また、別の機会で。とりあえずは九州の兵だけで、ご命令を。いいよね。で、問題は、冬久なのよ。冬久の位置がね。あ、でも大丈夫かな。ご指示。そう、合戦化にして、うまいこと巻き込めるかなっていうのがあるけど、まあ大丈夫でしょう。大丈夫ということで、力は毛利戦。参りましょう。トシさん。なんでトシなんだよりによって。ちゃんと足並み揃えないだよね。1234567 8まではね行きたいよね。9101112 13まで来てるけど、13まで来るんだったら今が動くべき時ぞ。こっち入れちゃってもいいかもしれないな。こっちのルートにしちゃってもね。城を我らのものとせん。だってまだ随分かかるでしょ、集まりきるまでに。
だからその間を利用してぐるっと回すことにしましょう。城を落としてみせる。だったら文字にした方が多分風強まるな。うん、風強まるよね、文字にした方が。だから文字にしよう。そんなに集まるんだったら始めようか。ほ、我らで城を奪いに参る。試しにつついてみっか、ね、試しにつついてみて、ここに、まあ、果たしてっていう感じですかね。城攻めです。12対10人できてるんだったら、まあ、それでいいし、じゃなかったらまた、おーい、やめろよ。いや、報告いいからぐらいの感じで。野球打ちましょう。北の野球打ちは痛えぞ。やけど腹になる、領土。それは正直。さすが統率。さっきましたね。まあ、合戦下にはなるよね、広いだから。準備を万端整えろ。全然じゃねえ。なんだ、9って。9はダメだろ。そんなに集まらないもん。今が動くべき時ぞ。これ海を挟んでるからか、下手するとなんかそんな気がするぞ。城を我らのものとせる。 1,2,3,4,5,6,7,8,9 だもんね。いや、なんかここ挟んでるからのような気がしたぞ。完全にこっち側に集めないとダメってこと。これ12集めるの大変だな。ぐっちゃぐちゃあんのよ。何がどうなってるレベルでぐちゃぐちゃあんのよ。織田の信用100到達。援軍出てもなきにしもあらずなのか、もしかして。いや、でもわけわかんなくなるからやめとこう。独力でいいでしょ。いや、これでもね、織田動くと思うんだ。急がなきゃ。おい、やけの腹。さすが起きた。愚心があります。東から行くのは正解あったんかな。どうなんだろう。やるじゃん、もうズタズタじゃねえか三村。領土は焼かれ、傷は多い。さすがにね、さすがにね、うわ、毛利も多いな、こうやって見るとね。やっぱこっちが入ってないんだね。風は届くのかな、ちゃんと。それだけが問題だ。まあ行きましょう。大戦ではあるものの、まあでもね、大丈夫と思うよ、さすがに。参りましょう。いいですね、大戦場ね、小早川高影。まあうちもね、同節はいるわ、ジョーンはいる、ナッペいるし、ヨシヒロいる、浮田もいるし、海藻雲もいるよ、高祖壁もいる。あー、いいですね。家久がね、ちょっと四国側だから残念ながら参戦できずだったんですけど、いいじゃないですか。高台のないガチンコマップですね、今回ね。おい、虫キャラがいるぜ。このマップあんま好きじゃないんだよな。うまいこと数の利を生かしながら戦うことにしましょう。さあ、パッと見で手薄っぽいこの辺ねに、うちの主力を整体させることにしました。つまりは鍋島、つまりは同節、つまりは J、 そして吉弘と鬼。参りましょう、開戦。まずはここで小早川を叩く感じですかね、挟んで。ご命令はいかに。で、マガイが動きが怪しそうなんで、次はどのように伊集院を援護に向ける。行くぞ。で、まあ吉弘とジョーンは真っ向勝負で、ヨシヒがな、冬しさをこっち側に進めてヨシヒを迂回させよう。で、このコブはもう与えてしまいます。山田リノブとインドユリアス、エリグチ、もう一人いないな。海藻雲を真ん中に向けるか。で、ここで足止め。小川信康、大富、高祖我部は、うまいことね、ここら辺で挟みながら戦っていきましょう。あ、もう何度もやった戦ですよ。まずは小早川、
ここで強撃に持っていけるはずなんだよね。そうだね。取られるけれどもな、今タッチだからね。一番やりは鍋島直重、さすが我らの鍋島直重。伊集院忠明が抜けたんで、そしたら背後から攻撃仕掛けますか。これ三方バサミだね。いや、ここ地獄よ。高橋長雲と鬼島津の競技食らってるのは悲惨ですね。熊谷信長をどこまで耐えられるか。ここであっちこっちで競技始まりましたね。決めてくれよ。さあゴリッゴリに挟み込んでますね。まずは小早方が上げ撤退。早い、いいですねこの速さ。さあ制圧。これ照本下ってくるかな。だとしたらエイトおじさんと伊集院で挟み込みましょう。で熊谷をおそらくこのまま完全壊滅だね。撤退。いやこれはどうする、逃がせるか。逃がせるなら誰逃がそう。吉弘でもって福原隊に向かいましょう。J をぐるっと回すか。壊滅。いや壊滅になるんだったら、まあ、うん、ここはでも取っといた方がいいね今度はね。喜ばしいです。さあ高速の制圧ってことは強撃が解けたね。一度下がって再び強撃に持っていきましょう、はい、よし、これで強撃になるね。したら鬼島津に福原を任せて、もうここが多分撤退するから上雲と、うん、同説でもって、おお、あと立花の双璧、立花大友の双璧、これ出せましょう。この競技あっちいいな。ねえ、見るがよ、クソ熱い。胸熱競技ここになる。最高ですね。さあまずは豊後の戦神探しちゃう。これに続け。さらにライキリー、我も共に戦う。最高です。さあ安治を抜かす撤退。いやー大友の双璧強え。いやー最高ですねこの二人の強撃。もう胸熱、胸熱以外何物もないっす。いざ、我をこの戦場に連れた。まあ敷き勝ちできそうだね。で海藻雲混乱そう溜まってるよね。だから混乱ぶち込んでそこをタコ乗りにできるんじゃないかな。勝敗を決めていくかと思った。混乱ぶち込んでちゃう、挟まれた途端に混乱したのすげえな。命令を下せ。わざわざ挟ませておいて混乱を叩き込むっていうのがね海藻雲の新参希望だよね。ナッペでもって待てよ、勝負嬉しさでの菊池を狙う。どうせこれあっちゃこっちゃの口を狙って相手方をもう日中も察知も状態にしちゃうか。左翼がすげえ危ないんだけど、成松も高速壁引かなきゃダメだね。いやこの2人すげえ頑張ったな。わしの軍略今ここで使うべきものよ。ここを浮田に任せて納富を向けますか。あ、やめろよ。もうすぐ多分何らかの形で引き勝ちできそうな気するんだよな。さあ敵方杉原堀重撤退。またわけわかんなくなってんだよな。さあ飲み壊滅だ。あ、これで勝ちか。撤退させずに壊滅させたね、さすが。ということで大勝やりましたよ。でこれで中国地方に西から食い込む形になるね、九州から。こうなったら四国の軍を浮かして毛利領を一挙に三色するという形になりますかね。こっち側の軍の兵糧がもうあんまないっていうのがね
問題ではあるけど。なんたることぞ。非顔苦し。さあ九州統一成し遂げました。あ、地方統一エンドね。これはスキップでいいでしょう。もちろん天下を目指して続けます。でこのタイミングでだよ、織田を動かすっていうのもありな気がするんだよね。でもこういう状態だからさ、もう動揺しまくってたでしょ。兵力もほとんどないんで、ここで織田を動かしましょう。神前は足りてるか。で何を。4ヶ月でしょ。4ヶ月で大丈夫だよね。35,000。武田城行ってもらいましょう。それで構わん。信長の声好きだわ。さあ一気化成に行くとしますか。まずは始めようか。しずき城を我らのものと。結構傷ついた隊もいるからね。その辺の連中は返すっていうのと、兵糧ね、兵糧返し部隊も何人かいるんで、まあ、その辺も返しましょう。さあそして四国から動きますよ。四国からどこがいいんだろうな。まあ、侵入路がこの備中高松か鏡山新高山神鍋。一気が起きてるし鏡山から行くことにしましょう。じゃあこの7対83,000参りましょう。ちょっと早くね。え、ちょっと待って、何があった、その速さは。待って、マジで何があったの織田に。え、いくらなんでも早すぎん、壊滅すんの。え、意味がわからないんだけど。お聞きいただきたい。そんな早く壊滅するっていうレベルが壊滅したよね。え、なんだこれ。キッカー元なんかが強すぎたってことは嘘でしょ。ふんずばってんのもったいないな。巣を高森に向けるか。城を攻めます。さあしずき取り付き、城を囲む、攻め立て。さあ米が怪しいですね。米が怪しいけどしずきは落ちるな。これ我が部をご老したか。8000かだけいいでしょ。いらん。鏡山も凄まじい攻め方してるね。だったらこの2体は新高山に向けてしまいましょう。奪いに行こうぞ。さあサムタを蹴散らし、しずき陥落。オバフルドン。まあまだ青いから来ないね。礼を申し上げる。都市どこ行った。でこれは騎乗ですね。騎乗してね、この辺ちょっと整えよう。よろしいですかね。ボタン止め2ヶ月、これは大丈夫です。まだ踏ん詰まってんな。ここ踏ん詰まってるんだったら、お一応願いまする。いや、こっちから回せよかったね。もうでも落ちるな。そしたら佐藤金山かな。城を奪えば本拠ちゃんだね、吉田郡山ね。兵力が間もなく半分いっちゃうから、そうすると攻城戦になっちゃうからね。だから周りから攻めることにしよう。早っ。おばくぬと山名豊国秘伝にお使いします。中世黄色くなるとだいぶ怪しくなってくるよね。後で食いても遅いぞ。この2体お差し図を頂戴したく。比叡美山、比叡美山だ。城攻めと行くぞ。比叡小山、比叡美山。ここ行きましょう。お詫び申し上げ。破壊失敗。なんと石祖お主。あ、トトキ、こんなとこ行ったのか。ルゲン、まあ、もちろん行きましょう。号泣のシゲね。シゲもなかなか強いよね。すげえ強いのじゃないけど、個人的にシゲ好きなんですよ。号泣のシゲエピソード。なるほど、動揺が解けましたね。これでちょっとややこしくなるか。とはいえなんだよな。とはいえまだまだうちに
A は十分なんで、ご命令とあらば、この3万をひとまず備中高松に向けて目をそらしましょう。ついてまいれ。で、山口館、これ即座に使えそうな城なんで、ここら辺に整えましょう。浮田がね、ちょうどよくここにいるんで、浮田を入れる。ありがたき幸せ。しずきは、まあ、我が軍によって荒らされたからちょっと難しいけど、牛崎もそんなに大きい城じゃないんだよな。さあ、ということで稚魚地整えました。で、またある程度兵が戻ったらまたすぐに出るということにしましょう。まあ、そこまではね、ちょっとばらけた戦になるけれども、あっちゃこっちゃで戦を繰り返す感じになりますかね。まあ、こういう連中なんかはね、この辺の軍蹴散らしてくれるだろうし、そんな問題ないと思うんだよな、バラバラに攻めても。まあ、様子を見ながらね、その都度軍を動かしていきましょう。